ニーハオ、リュウハワタナベです。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。2024年10月、巳年生まれのあなたは不吉な運勢に直面する可能性があります。知性的で洞察力に優れるあなたですが、今月は物事が思うように進まず、途中で頓挫しやすい時期です。失敗や困難が増え、計画が順調に進まない可能性があります。特に女性は難産の兆しがあり、子供の反抗や予期せぬ災難に直面するかもしれません。こうした時期には、冷静さを保ち、慎重に対応することが非常に重要です。焦らず、落ち着いた行動が、困難を乗り越える鍵となるでしょう。2024年10月の家、天水晶は、誤解から争いが生じ、八方塞がりの状況に陥る可能性を示しています。駅境では、恐れて泣かすれば吉、終われば凶とあり、争いに対して強引に進むのではなく、中庸の精神で和解を図ることが吉とされています。相手の立場を考え、歩み寄ることで状況を改善できるでしょう。しかし、最後まで争い続けると時間やお金が無駄になり、双方にとって無益な結果となる可能性が高いです。冷静で柔軟な対応が求められる時期です。2024年10月の巳年生まれのあなたの総合運は、残念ながらあまり良い運勢ではありません。この時期は、誤解や行き違いが頻発し、思うように物事が進まないことが多くなりがちです。何かを計画しても、それが思い通りに進まないばかりか、意見の食い違いが起きやすく、周囲との調整に時間がかかるかもしれません。特に職場や家庭でのコミュニケーション不足が原因となり、意見の対立が発生しやすく、争いが絶えない時期となる可能性があります。このような状況下では、冷静な対処が重要です。誤解が重なり、争いが発展する悪循環に陥りやすいため、慎重な対応が求められます。駅境にも、恐れて泣かすれば吉、終われば凶という教えがあり、争いをエスカレートさせず、妥協点を見つけることが重要であるとされています。相手の立場に立ち、柔軟に対応することで、悪い状況を避けることができるでしょう。特に、目上の人や経験豊富な人の意見を聞くことが大切です。自分の判断に固執せず、他者の助言を素直に受け入れる姿勢が、問題解決の鍵となります。たとえ自分の意見が正しいと感じたとしても、相手の視点を考慮し、互いに納得のいく形での妥協を目指すことが、この時期を乗り切るための一つの方法です。また、家庭内でも同様に、人間関係の摩擦が生じやすい時期です。家族との意見の違いや日常のトラブルが頻発する可能性がありますが、このような時こそ、冷静で客観的な対応が求められます。感情的な発言や行動を避け、状況を冷静に見極めることが、良好な関係を保つためのポイントです。感情が高ぶった状態では、誤解が深まりやすくなるため、慎重な対応を心がけましょう。さらに、この時期は新しい挑戦を避け、現状維持に努めることが賢明です。無理に変革を起こそうとすると、かえってトラブルを招くことが多く、計画が思わぬ形で頓挫することも考えられます。そのため、この時期は自分の欲求を抑え、忍耐強く状況が改善するのを待つことが求められます。焦らず、今できることに集中し、少しずつ前進することで、後に状況が好転する可能性が高まるでしょう。最後に、健康面でも注意が必要です。ストレスが溜まりやすく、体調を崩しやすい時期でもあるため、無理をせず、心身のバランスを保つことが重要です。適度な運動やリラクゼーションを取り入れ、健康管理に気を配ることで、心身の安定を図りましょう。特に、夜更かしや過労は避け、規則正しい生活を心がけることが大切です。総じて、2024年10月の巳年生まれのあなたにとっては、少々困難な時期となるかもしれませんが、周囲の助言を受け入れ、冷静かつ柔軟に対応することで、トラブルを回避し、運勢を好転させることが可能です。焦らず、今は慎重な行動を心がけることが、
良い結果をもたらすでしょう。